今私たちは全員の難民キャンプに来ています。サイレンが今夜中の12時40分を回ったところですが、サイレンが鳴り響いています。難民キャンプの入り口にイスラエル兵が来たという情報がお家に入ってきました。男性たちが様子を見に外に出ています。今いる家の前の道路はすでにイスラエル軍が道路も破壊し尽くしていて、周りの家々にもダメージが残っているところです。街の中で慌ただしく車両が動いていますが、様子を見て情報をシェアするという形の動きで人々が動いているようです。遠くから銃声が聞こえています。今表の通りに、少し出てきたところですが、難民キャンプの入り口に、イスラエル兵たちが、入ったという情報が回って、こうしたことが日常茶飯事で、2日に1度はこのように映像を見ると先ほど話を伺っていました。本日12月27日は、今、私たちはジェニンに滞在していますが、他の地域でもこのようなことは日常茶飯事のようで、トルカレムでは、今日6人が殺されています。嫌な音が上空から響いてきています。ドローンではないかと思います。今リアルタイムの情報で各地に、西岸の各地で同時刻にレイドが行われているようです。大型車両が入ってきています。銃声が続いています。大陸戦闘が近いです。こちらの時間で午前2時7分を回りました。ドローンの音とともに銃撃戦と思われる音がかなり激しく響いています。こうした音が響き始めてからもう1時間半が経っていますが、かなり近く、しかも激しい音が現時点で響いています。少し先の通りって感じだったな。